ます、今回も一人旅やってきました。それでは行ってみましょう。はい、ありがとうございます。では当社の配送の受付になっております。はい、わかりました。でそちら行っていただければ、この受け所っていうのをこれ持ってさせていただければ、はい、15時以降でしたら本日中であればいつでも受け取りができますので、はい、こちらをお持ちください。はい、ありがとうございます。はい、先浜まで片道が1名様で9030円になります。9030円。カード使えますか。はい、じゃあカードお願いします。はい、どうぞ。今ちょっとだけ QR コードを下にしてもらって軽くこんな感じですね。はい、ちょっと臨階で上がってみます。黒部ダムです。うわ、綺麗だな。天気良かったら良かったのに。普段はあそこから水が出るらしいんですけど、今は季節じゃないらしいです。いや、でもすごい綺麗で、綺麗よ、かなりかなり綺麗よ。はい、ありがとうございます。
ああすげえ、ああ綺麗やな、伝わるかな画面越しに、すごいね、壊れた、マジかよ、風強っ、最悪、何雪のトンネル、よし、おお雪だ、うわ、冷たっ、感じです、もう傘もほぼ壊れて雨がやばいんですけど、いやせっかく来たんでこれから温泉に入りたいと思います。たどり着けるかちょっと不安ですね、すげえでも景色最高ね、富山いいですよ、晴れた日に来たかったですね、うわーちょっとやべえ、うわー見て、あーでも行くしかないでしょ、やばい、朝完全に終わった、入れ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 、あらあれさ、すげえな、こんにちは、いか、いや置いてくな、置いてかないで、おいおい、しかし、激しいよこれ、やべえこの道、カメラちゃんと回ってくかな、すげえ綺麗だね、やっと見えてきました、もうちょっとです、あと少し、頑張れ、やっと着いた、日本最高表裏の温泉、めくりがいけません、ボロボロの傘、もうびちょびちょ、よいしょ、こちらは、はい、大変でした、日帰り温泉で、800円、はい、これはもうプレゼントして、プレゼント、うん、ありがとうございます、最高、新しい傘をもらいました、よし行こう、ということで、ちょっと危険を感じるんで、そろそろ帰ります、ひたすら来た道を引き返します、はぁ、あ、やっと到着しました、いやしんどかった、もうびっちょびちょ、いやでもね、はぁ、あ、でも楽しかったし、はぁ、あ、立てねえもん、
ラストオーダー過ぎてる気が。え、食べ物ダメですか？カレーのみになってます。マジで。いや、あの名物のエビのなんたらダメですか？あ、ちょっと今もうお出ししてなくて。あ、そうですか。すいません。よし、じゃ名物のエビのかき揚げかなんか食べたかったんですけど、ちょっと遅くなっちゃったみたいで終わっちゃってたんで、なんかとりあえず適当に探したいと思います。お腹すいた。お願いします。しばらくお待ちください。はい。ありがとうございます。ごちそうさまでした。ありがとうございました。お気をつけて。いや、美味しかったです。ありがとうございます。こんにちは。はい、いらっしゃいませ。 おすすめはどれですか？これですか？豚まん。はい、豚まん。じゃ、豚まん1個ください。ありがとうございます。はい、体中が寒い。豚まん買ったんで食べます。うめえ。使うにはもったいねえな。どうすか、すごいよ。この露天風呂やばくね。どっからもこれよ、これ。うわー、最高だね。うー、絶景。寝室か。
すげえ。最高。いただきますか。それでは乾杯。美味しいね。幸せよ。これが幸せだな。もういっぱい行っちゃうか。追加で白エビを頼んじゃいました。まだまだ捨てたもんじゃねえな。みんないつも見てくれてありがとう。はい。立山。はい、立山です。辛口のお酒でございます。はい、失礼いたします。入れていただいたんで、いきますか。お暑いです。お気をつけくださいます。暑いです。はい。ご飯とお味噌汁をご用意させていただきます。はい、いただきます。すげえ。なんか絵みたいなんだよ。いやー最高。
い、ありがとうございました。ありがとうございます。宿泊費と入湯税と、はい、昨日ご注文いただきました、はい、白エビセットとお酒の立山、はい、ビールが2本とウーロンハイ1杯で、はい、お会計104,850円でございます。はい、ありがとうございます。手数お預かりいたします。はい、座席にこちらが控えの私でございます。よろしければパンフレットも一緒にありがとうございます、はい、お持ちいただければ、はい、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございました。はい、お気をつけていらっしゃいませ。お菓子をお渡ししておりますので、はい、こちらも、はい、お土産なんですか。お土産で、はい、お渡ししておりますので、はい、街並みがのどか、見どころいっぱいのトロッコ電車の旅。になります。はい、じゃあ1000円お預かりします。ありがとうございます。じゃあ1万円でお願いします。はい、お願いします。ありがとうございます。はい、お願いします。はい、ありがとうございます。はい、これから帰ります。帰りはね、少しランクアップして窓付きの車両にしました。まあ、これでね、風邪の心配もないです。はい、はあ、記念にいかがでしょうか。はい、ありがとうございます。1300円になります。いよいよ富山県の旅ももうあれですね。この旅を通じて分かったのが、富山県ってめちゃくちゃ最高なところでした。行ったことない方はね、ぜひ行ってみてほしいです。富山県に住んでる人はね、ちょっとね、羨ましいなって思いました。こんな自然なね、素敵な自然を見れて、そして美味しいご飯もある、あーなんていいね、街なんだろうなと思いました。癒されました。ありがとうございます。じゃあそれでは東京に帰りたいと思います。
またね。